では早速ヌンチャクスイングなんですけど、まあ、ちょっとお見せいただこうかなと思うんですけど、はい、これは小学生とかでも全然できますね。はい、まあ、ちょっと軽めのバットを準備してもらった方がいいかもしれないですけど、はい、で、はい、やっぱりできた方がいい。できるとあの、まあ、体が本当によくくるっとこう回転するのが上手になるかなと、はいはい、なるほど。じゃあ小さい時からできるようにこうしたことがいいですね。はい、はいはい、じゃあ早速、はい、そのヌンチャクスイング、はい、やっていただきます、はい、お願いします。ですね、まあ、まず足幅を少し広めに取っていただいて、はいはい、で、まあ、バットを普通に、まあ、長さは別にどこでもいいんですけど、まあ、持っていただいて、脇に抱えます。はい、はい、で、この手はですね、あのバット持ってない手はちょっと肘上げといった方がいいです。はい、まあ、後で理由は説明しますけど、はい、でこの状態からあの手で振るんじゃなくて股関節をくるっと回すとスイングになります。はいはい、 まあ、この動きなんでちょっと軽めのバットの方がいいです。はいはい、でここからくるっと回したらヘッドを体の前に回します。前、はい、でここで逆手でこうやって持ち替えます。はい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 、でここからまたこっち側の股関節をくるっと回す。おお、はい、なるほど。でこういうこういう動き、おお、ヌンチャクヌンチャクこういう動きです。はい、はい、なるほど。なんかめっちゃスムーズにやられてますけどこのまま戦えそうですよね。なんかこの後ちょっと僕がやる手になってちょっとできるか不安なんですけど。で、いくつかポイントを言っておくと、まずここでこのまんまやると、もしくはですね、まあそうですね、これちょっと注意しないとこれ落ちてきてこれカーンって当たって肘の内側の神経のところに当たるとしばらく手しびれるんですよ。ビーンってなるんで、そうですね、5分ぐらいちょっと本当に結構強烈にくるんで、上げといて上げといて当たらないように、当たらないように、それがあの これ上げてる理由です。他特に体はありません。で、手で振ると、要は手で振ってもこれできるんですけど、あ、はい、何のこっちゃ分かんない、はい、ただ振り回しだけになるんで、だいたい股関節ですね、特に、振っていく方の股関節をしっかり回して振る、うんうん、であとはあの手をどんどんこうやって持ち替えていくんですが、あのずっと短くしていくと、ずっと短くしていくとそのうち短くなってお腹打つんで、こっちやるときの時ですね。なので普通に持ってるこの位置をそれぞれの手で持つことをイメージしてもらえればできます。はいはいはい、で腰はある程度低いところを意識した方が股関節は立ってるよりも回りやすくなるんで、はい、広め低めで体もまっすぐ立てた状態で、はい、こう前傾したりとかですね、しないようにしていただければいいかなと。はいはい、